ヤマトポークヤマトポークは奈良県で生産されるブランド豚の銘柄。同じく奈良県産のヤマト牛、ヤマト肉鳥、ヤマトなでしこ卵と共にヤマト畜産ブランドと称している。奈良県畜産技術センターが5年がかりで脂肪交雑を特徴とする肉質の豚とその飼育法を開発し2008年に奈良県産銘柄豚として承認された。父に 奈良県畜産技術センターが推奨する肉質の優れたデュロック種、母豚に繁殖能力に優れた強健なオイオークシャー種とランドレース種の交配種を用いた三元交雑種である。臭みの原因となる動物制限量を使用せず、味を良くするためにかしこやパン粉を8から9%配合した高カロリーの統一配合飼料を給与して育てられている。 きめ細かで色の濃い赤身に脂肪の霜降りが特徴である。しゃぶしゃぶをはじめとする鍋料理、とんかつ、ステーキ、生姜焼き、煮込み料理など和洋中、幅広い料理で利用できる。また、吉野山の桜のチップを利用して、ハムにも加工されている。2008年2月8日に、生産、流通、販売の関係者、団体と県が参画して、 奈良県ヤマトポーク流通推進協議会が発足、ヤマトポークの認定要件を決定し、同年3月から流通が始まった。奈良県内の指定生産農家により、生まれてから出荷するまで、奈良県畜産技術センターと、家畜保健衛生所の飼育、衛生管理指導を受けて、成長過程に合わせトンや飼料の内容を変えて飼育されている。 小豚は広く開放的な豚舎で育てられ、生後4ヶ月以降になると、中部飼料で特別配合された、ヤマトポーク専用の肉豚用飼料、ヤマトポーク1300が与えられる。7割程度が、トウモロコシ等の穀類で、獣臭が少ない豚肉になる。豚は、生後6ヶ月で1 2 0ラム程度になり、奈良県食肉流通センターに出荷される。枝肉には、 正面位を応援し、ヤマトポークの証とシールが添付された上、ヤマトポークとして流通する。ヤマトポーク流通推進協議会は、奈良県産の厳選された豚肉、ヤマトポークを安定して供給できるよう、生産者、卸売業者、販売店を認定指定するとともに、飼料、飼育環境、衛生管理、豚の品種等の飼育状況を生産者ごとに集積し、 消費者に情報を公開している。2008年9月18日、ヤマトポークの資料が統一されたことにより、安定した豚肉生産が可能となって、品質格差がなくなることから、認定基準を変更し、豚枝肉取引企画による線引きが外された。同協議会による消費拡大の取り組みにより、流通量は徐々に増えつつある。 奈良県大和ポーク流通推進協議会、種豚、資料揃え県内展開する大和ポーク、大和畜産ブランドの一つとして、消費拡大 PR、月間養豚情報2013年9月号。ありがとうございます。